はい、ビコと申します。よろしくお願いします。ジャンバティスト美容アフタートーク、はい、ということでですね、こちら科学者シリーズのジャンバティスト美容編の動画編集後に撮っている動画に入りきらなかった内容だったり、動画編集時の裏話だったり、それと美容の人生を追いながら、いろいろ話していく雑談的な動画になっております。よろしければ本編科学者シリーズジャンバティスト美容編を先に見ていただけるとすごく嬉しいです。ということでですね、裏テーマで科学者たちの相関図を作っていこうっていうテーマがあるんですけれども、美容はですね、1774年4月21日生まれでございます。で、美容さんですね、美容、美容ちゃん、ジャンバティスト美容。どこにいる？あ、いたいたいた、ここにいました。あー、大きすぎた。美容はですね、科学者シリーズの中でも比較的何度も登場している人物なんじゃないかなっていう風に、今ここに、真ん中らへんにいるのがこの美容さんなんですよ。で、誰だろう、ウィリアム・トムソンとかかな。こんな感じだとトムソンの議論仲間として出てきてはいるんですけど、他にですね、オレンジもあるな。オレンジはラプラスとかかな。ラプラス、あら。ラプラスとビオン2つ結んでるな。美容の場合は光の粒子説の支持者としてラプラスをつないでいるんですけれども、まあ、ラプラスとはこの構成を頼むっていう風に美容からは。で、ラプラスと美容の関係についてはラプラスの方が上です、多分年齢が。上ですって言ったんですけど、適当に言っちゃったかも。ちゃんと言おう、ちゃんと確かめよう。上じゃないかな、多分。ラプラスどこにいる？ラプラス、パスツール、あれ、ラプラスここら辺だと、あ、下かな。オイラ、ラグランジュ、あ、いたいた。ラプラスここでしょ。ビオさんどこにいる？ビオさんここにいるんですよ。なんでビオさんが生まれたのがここの年なんで、ラプラスさんはやっぱ結構年齢上です。上のはず。で、ラプラスの手引きがあっていろんな、地位ある役職に就くっていう形になっていたはずです。で、あとは友人のこの線は、紫の線は今回引いたんですね。紫と緑の線は今回引いたんですよ。他につながりは、今回足したのがほとんどかな。で、ラプラスさんもですね、ここら辺なんで、多分フランス革命時期なんですよね。に、ラプラスがそのフランス革命とか、そのラグランジュ、ラボアジエっていうのが、そこら辺がですね、激動のフランスを生き抜いた形になるんですけれども。それでは、ラグランジュじゃないや。美容はどんな人物かっていうと、祖先はロレーヌの農民だったんですよ。で、実は幼少期のことは調べても分かんなかったんですよね。で、分かるのがリセルイルグランっていうところで古典を専門に学んだよぐらいなんで、もう私のこの動画の始まりって大体幼少期からのことが多いんですけど、美容に関してはその小さい頃の情報はなくて、もう入学みたいな学校に入ってるって感じですね。1791年に卒業するんですけど、その後はですね、フランス革命時期
フランス革命後とかになるのかな、まあ、そのナポレオンとかですねではよく出てくるコレージュ・フランスっていうね、よく出てくるんですけど、そこの数学教授アントワーヌ・ルネモーデューってここに書いてあるんですよ。数学を教えるっていう矢印をつけてますが、その人の個人レッスンを受けていたんですよ。でこれはですね父親の意向です。父親がその商業で将来自分たちを支えてほしいと思ったんでしょう。で商業分野でのキャリアなんで商業系なんで、商業の数学系、使うだろうということで、あの美容に個人レッスンを受けさせてあげるみたいな感じですね。ただしその、まあ、美容はそんな興味がなかったわけなんですよ。でその後はですねどうなってったかっていうと、あのまあ数学のその個人レッスン終わった後はその商人の事務補佐なんで、商人っていうよりかはその商人で支えてほしいということなんで、商人の事務的なものだったんで、補佐としてル・アーブルっていうところに送るんですよ。でビオはそのもともと興味もなかったし全然興味がなかったんで、あの退屈だったんですね、はっきり言えば。でどうしたかっていうと、そこからがもう行動的っていうか、なんというか、あの1793年9月にですねホイズシュートの戦いっていうのがあるんですよ。でこれに関してはその私のノートの方の記事があるんですけど、そこに、英語のページなんですけど、英語のページでしか探せなかったんですけど、そこにリンクは貼ってありますが、ホイズシュートっていう戦いがあったらしいんですよ。でそこで歩兵として従軍します。でその後病気に苦しみ、なんでそこに行ったはいいんだけど、あの軍に入ったんだけど病気になっちゃって、ですごい苦しくて、じゃあもう軍を辞めて両親のもとに帰ろうっていうことに決心するんですね。でその決心した後パリに戻るためにパリへ向かうんですよ。そしたらあの制服を着ていたんですねなんで軍の脱走兵っていう風に、脱走兵という風に、まあこれがそのうまくよく分かんなかったんですけど、その脱走していったのか、それともあの脱走せずにちゃんと断っていったのかっていうのは、まあ、どっちか分からないんですけど、まあとにかく制服を着ていたので脱走兵としてあの逮捕されてしまうんですよね。で逮捕された後に、まあ、運よくその釈放はされるんですけれども、まあ、病気だったんでその病気から回復するまであの数ヶ月間かかってしまうんですよ。で、その間はですねその、まあ、兵として戦うこともできないし、他の仕事もやることもできないし、じゃあどうするかって要領しながらあの数学の勉強を続けるわけなんですね。なんであの最初は父親に、最初の本当の最初は古典を専門に学んでたんですけど、その商業分野でのキャリアのために、数学の個人レッスンを受けるんですけど、多分そこで数学のその興味が湧いて、でまあ長く病気になって何しようかなと思ったら数学の勉強をして、多分それで結構やりたいなっていうふうに思ったんでしょう。エコールナショナルフォンゼ書生っていうところが学校があるんですけど、そちらの入学試験を受けて合格するんですね。で1794年11月にはですね、まあこの科学者シリーズは結構有名なエコールポリテクニック、またエコールポリテクニックが、設立されて、そちらに転校することになります。で、ここで、いないあ、いた。ガスパール・モンジュ？あ、ガスパール・モンジュ、つないでないわ。ガスパール・モンジュさんいるんですけど、この人と、
この人に教えられるんですよね。よかった、ちょうどモンジュがここにいて、ガスパールモンジュさんに教えられる、なんで師匠です。おしはれるりで教えられる。ということで、でモンジュはその美容の才能に気づくんですね。しかしこの頃の美容はですね、学生運動に参加してっていうことは、あの事務補佐として嫌だと思って軍に入ったり、その学生運動に行ったり、結構血気盛んだったんじゃないかなって。美容さんはなんかちょっと血の気多いなっていう感じがここからするんですけど、政府軍に捕らえられ捕虜となるんですよ。なんでもうやっちゃえみたいな感じで行って、で、捕虜になってでその時はですね、あのモンジュに助けられます、美容さん。で、エコルポリテクニックに帰ってくるんですけど、まあその頃にですね、ここに友人って書いてるんですけど、シメオン・ドニ・ポワソンと、まあこの頃にですね、そのエコールポリテクニック自体にですね、ポワソンの仲良しになります。まあ友人となるんですね。で1797年に卒業して、でこれは動画には入っていないんですけれども、シルベストル・フランスはラクロワっていうパトロンを見つけるんですよ。これで経済的にもかなり楽になります。ただしこれなんで入れなかったかっていう、そのシルベストル・フランソワ・ラクロワっていう、ラクロワかなっていうのがですね、日本語では見つからず、まあこれ引っ張ってきたのはその海外のやつなんですけど、英語だったんですけど、いまいちよくあの見つけることができなかったんですよ、海外のサイトでも。でそのよく分からずっていう感じですね。なんであのあやふやだったんで、これは抜かしました。ただしこの時期にパトロンを見つけるんですね。で同じ年の1797年にですね、ボーベのエコールセントラルドロワーズっていうところがあるんですけど、そこの数学教授に就任します。で就任してすぐにですね、動画では友人を通してっていう風に、友人の、妹っていう風に言ったんですけど、友人がですねバルナベ・ブリッソンっていう人らしいんですけど、これもあの探せなかったんで、あやふやだったんで、ここは飛ばしても友人の妹っていう風になっているんですけれども、まあ、そこがガブリエルと結婚するんですよ。で当時16歳で、ビオはですね何歳くらいなんだ、97年だから23歳とかかな、23歳くらいの時に16歳、まあこの当時だとすっごい離れてるってわけじゃないです、ね、なんか30歳とか40歳とかではないんで、すごくはないけれども、そこそこ離れてるぐらい、ありえるのかな、このくらいの年代だった。とにかくその、ガブリエルと結婚します。でビオはですね、まあこのガブリエルっていうのは十分な教育を受けていて、なんで、しかもドイツ語が堪能だったらしいんですよ。でそこからビオはガブリエルにエルンスト・ゴットフリーとフィッシャーっていう人がいるんですけど、それのドイツ語のテキストをフランス語に翻訳できるように翻訳させるんですよね。要はなんで自分のやってほしいことを妻に任せると教養があったんでみたいな感じです。でそれがあの数学と物理学を知らないと
なかなか訳すのは大変なんで、まずは数学と物理学を教えてガブリエルに。でこのガブリエルさんっていうのはすごい有能な方ですよね。それを学んで翻訳してくれるみたいなんですよね。ドイツ語をフランス語に翻訳してくれます。ということはもしかしたらビオはフランス語はできたけどドイツ語はできなかった可能性もありますよね。自分のために翻訳してほしいみたいな風なのかもしれないです。で1803年息子のエドワール・コンスタン・ビオが誕生します。で1799年の後半にはエコール工科大学で教えていたラプラス、まあここにいるラプラスさんですね、だいぶ下なんですけど、ここにいるピエール・シモ・ラプラス、構成を頼むっていうことで、論文だったかの構成ですねをしてくれっていう風にラプラスに頼むんですよ。で近づいていって、ここでつながりができます。で1801年コレージュ・ド・フランスの、数理物理学の教授に任命、これの時は29歳の時になりますね。でこれに関しては、この人事に関してはラプラスが口添えしたんじゃないかなっていう風に、まあラプラスの影響が大きかったよっていう感じです。で1804年8月24日にはビオとジョセフ・ルイ・ゲ・リュサックですね、いるかな、書いたかな、ちゃんと、あ、いますね、ジョセフ・ルイ・ギュレ、ジョセフ・ルイ・ゲイ・リュサックがいて、熱気球をあげるんですね。これもビオの大切な業績の一つなんですけれども、熱気球上がって何するかというと、高度4000メートルぐらいに行って、で大気の磁気とか磁気的電気的化学特性を測定する、磁気とかその電気的なものを測定します。で1806年にはラプラスの、またラプラスですね、支援を受けて極度極の天文学教助手に任命されると。でさらにですね、1806年9月3日にはですね、フランスはアゴラ、ここに書いてありますね、四五千湖の長さを測るために、バレアレス諸島のフォルメンテラ島っていうところがあって、そこで四五千湖の測定をします。でまあこんな感じかな、大きいところは。あとはですね、いろんなものに就任したり、メダルを取ったりみたいな、いろんな勲章をいただいたりっていう風に、数々の業績を上げて勲章をもらったり、賞を受賞したり、アカデミーに選出されたりするわけなんですけど、詳しくは本編をご覧ください。でいうのがビオの一連の人生なわけなんですけど、ビオ自体はですね、好奇心が旺盛で技巧派で、まあ洞察力がすごいあって、で正確さだったり独創的な分析方法論、明晰さ、全ての特性特質をですね、最高度に備えていたっていう風に言ってるんですよ。なんでかなり技術力もその考察力も洞察力もかなり高いレベル、まで行っていたっていう感じじゃないかなっていう風に思います。で途中捕まったり血の気多かったんじゃないかなっていう風に思うんですけどね、ビオさん。まあそんなところ、それでもその、まあ、好奇心を教えてた全て片付くのかもしれないですけど、まあいろいろな最初はその古典を習って数学を将来の夢のために、夢ってないや、将来の仕事のために学んだのが、いつの間にか商業が嫌で逃げ出して、でそこから、俺はやってられるか、軍隊はやめるっていう風な感じで出て行って、病気になって軍隊出て行って、そしたらなんかわかんないけれどもいろいろあって処刑されそうになってみたいな、一つ間違いは処刑になってたと思います。で学生運動の時とか一回捕まったのに、ね、なんとか助かってっていう、結構ギリギリな若い時は生活をしていたんじゃないかな。
でもそれでもそのそこから這い上がっていって、いろんな知を手に入れるっていうのはやっぱりそのまあ他の人と群を抜いて他の人と比べると群を抜いてあの独創的な分析力だったり方法論を持っていたりそういったのがまあ他の人とはちょっと違っていたっていうのが美容なんじゃないかなっていうふうに思います。で美容も結構私何回かまだ動画になってないかもしれないんですけどこの当時で行くと美容って結構中心人物としていろんな科学者とつながりがあるんじゃないかなっていうふうに思います。なんか時々画像をですね動画作るときにね使うんでなんでそれもあって美容って全然最初科学者を紹介しようと思ったときにその紹介する科学者の中に入ってなかったんですよね。最初はそのすごい私の中で有名どころとかこの人一旦調べたいな名前知ってるなっていう風に思った人を選んでるんですけど美容は全然全然頭になかったんですけどやっぱ科学者シリーズ続けていくと美容って結構名前が出てきたんであやっぱ美容は一回やっとこうかなって。で私もそのやる前ですね科学者シリーズ始める前は美容はビオサバールの法則っていうのだけなんかその法則名だけ聞いたことあんなみたいな感じぐらいしかなかったんでじゃあ改めてやってみようかなっていう感じで、やってみたら面白いこの人こんな捕まるのみたいなそんな感じですね。そのちゃんと美容も多分その科学者の中ではすごい有名な方ではないんですけどなんかアインシュタインとかなんだろうラボアジエとかそういう人たちよりかはその人気がないっていうかあまり知られてないんですけれども意外と調べていったら面白い人生を送ってるんだなっていうふうに思いました。ということでですねご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。